待ち合わせ場所はこの辺りだよね。今日はちゃんと話そう。真冬のこと、真冬のお母さんもきっと真冬のことを思ってる。だからきっと音楽ができなくなることで真冬が苦しんでるってことを伝えられたら少し考え直してくれるかもしれない。だから私も嘘をついたりごまかしたりしないで、ちゃんと話し合って真冬にとって一番いい解決方法を見つけよう。あの人。真冬に似てる。もしかして。もしかして、ケイさんかしら？あ、はい。宵崎かなでです。真冬さんには、いつもお世話になっています。今日は、よろしくお願いします。ユキの母です。よろしくね、宵崎さん。この間は、ごめんなさい。チャットで文章を書くのは慣れてなくて、少し冷たく見えてしまったかもしれないわ。いえ、そんな。私もチャットはあまり得意じゃないので。よかった。思ったより優しそうな人だ。それより、宵崎さんは真冬の名前を知っているのね。はい。何度かオフで、実際に会って話しているので。あら。そうだったの。それじゃあ、今日はいろいろな話ができそうね。ゆっくり座って話せる場所へ行きましょうか。はい。そんなに緊張しなくても大丈夫よ。ここはとても信頼できる場所だから。でも、確かに私も最初来た時は緊張したわ。とっても豪華で、何から何まで立派なんですもの。だけど大丈夫よ。すぐに慣れるわ。そうなんでしょうか。ええ。だからのんびりくつろいでちょうだい。真冬のお祝い事には、いつも家族でこのホテルに来るの。家族みんなの特別な場所なのよ。あ、ごめんなさいね。真冬のお友達と話せるのが楽しくて、つい喋りすぎちゃったわ。ケーキセットでいいかしら。ここのケーキ、とっても美味しいから、ぜひ食べてちょうだいね。はい。ありがとうございます。それで、なんだけど。宵崎さんはいつ頃から真冬とお友達になったの？いつから？大体2年くらい前です。そう。普段、真冬とはどんなことをしているの？音楽サークルで一緒に曲を作ってます。真冬さんには作詞も担当してもらっていて。ああ、あれね。悪いとは思ったんだけれど、少しだけ見させてもらったわ。曲もとても素敵だったわ。みんなで音楽を作るなんて素敵な趣味ね。ありがとうございます。私もよくクラシックを聴いたりするんだけど、自分で作るということは考えたこともなかったから、真冬が音楽をやっているって知った時は驚いたわ。ああいう曲を作るのって結構大変なんじゃない？いえ、そこまでじゃないです。インスピレーションが湧かないときはちょっと大変ですけど、サークルのメンバーとか真冬さんにいつも助けてもらっています。そうなのね。
真冬が活躍しているみたいで嬉しいわ。でもそろそろみんな受験勉強が忙しくなるんじゃない？真冬から聞いたんだけど、同い年の子たちで集まってるんでしょ？宵咲さんも勉強と音楽を両立させるのは大変なんじゃないかしら。空気が変わった。そうですね。受験は全員じゃないんですが、それに私は、その、受験勉強はしてないので。あら、そうなのね。それなら、宵咲さんは大学受験をする気はないのかしら？今はまだ考えられていません。私にとっては受験よりも音楽が大事なので。そう。自分のやりたいことがちゃんとあるなんて素敵ね。思ったより好意的に受け止めてくれてる。だけど背中が冷たい。でもこの前メッセージでも伝えたけれど、真冬にもあなたと同じでやりたいこと、夢があるのよ。医者になるっていう素敵な夢が。医者？それが真冬の夢。そうだったんだ。でも、なんだろう、この違和感。わからないの。毎日生きてるはずなのに、楽しいことも嬉しいことも感じられない。全部、人ごとみたい。でも何かが決定的に足りてないことだけわかって。こんなの、言葉になんてできない。真冬は最初、自分がどうしたいのかさえわからないって言ってた。わからなくて、消えたいと思ってた。もしも、真冬の夢が医者で、本当にそれが一番やりたいことだとしたら。私は嫌って言ったの。音楽をやりたいっていうことも伝えたの。でも、それでも、聞いてもらえなかった。これ以上、どうすればいいっていうの？あんな風には言わないんじゃないかな。この人にとって、真冬を思う気持ちは本当かもしれない。けど。だからね、今日は真冬の夢のためにもう一度お願いしたいと思っていたの。あの子のためにも、せめて受験までの間は距離を置いてもらえないかって。確かに勉強は大事だと思います。でも、今の真冬にとって音楽は必要だと思うんです。ええ、勉強には息抜きは大事だものね。それも、そうですけど、そうじゃなくて、私は、真冬さんが音楽をやりたいって言っていたのを聞いたんです。だから、勉強の合間に少しだけでも、音楽をやることを許してあげてほしいんです。それがきっと、今の真冬さんにとって。ええ、もちろんよ。私もさっき言ったでしょ？息抜きは大事だって。それに、受験が終わるまでの間だけで、ずっと音楽を禁止するつもりはないわ。そう、ですか。真冬のお母さんは、音楽活動を全部否定してるわけじゃない。だったら、話し合う余地はあるのかな。私がちょっと、先走りすぎちゃった、だけ。
でもね、やっぱり音楽サークルはやめてほしいと思ってるの。私はあんまり詳しくないんだけど、締め切りとかもあるんでしょ？歌詞を作るのも時間がかかると思うし、自分のペースで楽しむ分ならいいんだけれど、活動を気にして勉強に集中できないこともあると思うの。特に真冬は優しいから、今は勉強したいと思っていても言い出せなかったりするんじゃないかしら。でもそれじゃダメなんです。私たちと曲を作ることが真冬に必要だって思うから。あら、どうしてそこまで必要だと思うの？それは、真冬を救うためっていうのはどう言ったら分かってもらえるんだろう。気を悪くしないでちょうだいね。2年間も真冬と一緒に音楽を作ってきたんだもの。あなたも真冬も離れ離れになってしまうのはとても辛いと思うわ。だけどこの際率直に言うとね、音楽もサークル活動もあの子の人生には必要ないと思うのよ。だから真冬のことを思うのなら、あの子にサークルをやめるよう進めてもらえないかしら。あなたの口から聞いたなら、きっとあの子も納得してくれるはずよ。違う。やっぱり違う。真冬のお母さんが、真冬のこと、真冬の夢のことをすごく考えてるのはわかる。でも、そうじゃない。違うんだ、何かが。